ウルジェイの塩味のコカスと甘いコカスコカとは、スペイン東部発祥のパン。現在では、酵母で発酵させる作り方が主流だが、元は無発酵パンであった。単数型はコカ、複数型はコックという。塩味のコカだけでなく、甘いコカや甘辛いコカも存在する。主に、カタルーニャ州、アラゴン州東部、バレンシア州ほぼ全域、バレアレス諸島、 アンドラ及び北カタルーニャとも呼ばれるフランスのルシオンで食べられる。コカはイタリアのピザとよく似ているがチーズを使わないという点がピザとの大きな違いである。またオリーブオイルをふんだんに生地に練り込むことが特徴と言える。日本でいう惣菜パンや菓子パンのようなものでスペインではパン屋が作るのが一般的である。調理法は地方によって違いが見られる。 町と季節によりコカの生地、中身や具材は様々であるため、とても種類が多い。大まかには一緒であるが作り方や材料は地方により、多少の違いがある。作り方の例はじめにドライイーストを砂糖を入れた、ぬるま湯に入れて、15分ほど予備発酵させておく。ボウルに、ふるいにかけた強力粉と塩を入れ、オリーブオイルとを少しずつ加えて、よくこね合わせる。 均一に滑らかな生地になったら一つに丸めて、ボウルに入れ、ラップをして40度くらいの湯煎にかける。1から2時間して2倍に膨らんだら、生地を軽く手で押してガス抜きをする。適当な大きさに分割して厚さ5ミリくらいに伸ばし、フォークで表面に穴を開ける。具材を乗せ、200度のオーブンで10から15分くらい焼き上げる。コカの種類は地方により様々である。 ありがとうございます。